はい、こんにちは、しげおやじです。R タレカベのね、あの貼り方のレクチャー動画撮りましたんで、はい、R って言ったら、あの丸っこくなってるとこですね。このくるっと丸くなってるとこの貼り方ですね。だいたいね、こうつら切りして、つら切りといってね、この R のところ丸くなってるところの角でね、切ってね、そこにね合わせてね貼るっていう、この動画でも上げてるんですけど、つまむとか、出ずみ殺しとかね言ってるんですけど、まあ沖縄では私の友達とかは出ずみ殺すから出ずみ殺しっていう言ってるんですけどね、そういうやり方の方が一応早いっていうかなんですけど、でもね、巻いてっていう指示のねところとかも多いから、結局こういう風にねちょこっとだけ巻いて、あの中でねジョイントつなぐって感じですね。だからこっちプラゾールっていう、あの月がいい接着剤塗ったんですけど、ちょっと R のね、あの角度がちょっときつすぎて、あと材料もねなかなか、ちょっと硬い材料だったもんだから、で曲がらなくて、でやっぱコーキングを入れてね、あの月を良くしてます。コーキングはやっぱ最強ですね。これは先に入れてたらちょっと月がいいですね。でだいたい1センチか2センチぐらいをこう巻くって感じですね。それ以上大きくしちゃうとなかなかもう曲がらないんですよ。ペリ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 って、あの逆にですね破れてきたりするんで、 1,2 センチぐらい、あの巻けるぐらいですね。だいたいこのなんていうのかな、 R タレカベの場合これくらいですね。これでもちょっと大きいぐらいですね。もっとちっちゃく巻いてもいいんですけどね。で本当だったら、一回この R の部分を巻いて1日ぐらい置いてから、それから真ん中の方を貼った方がね本当はねすごく収まりいいんですけど、この日はねちょうどここで終わりだったんで、もうそのまま収めちゃいました。本当はね、なかなかね、この一旦乾かしてからやらないと動いちゃうんですよね。この引っ張りがグググググってなっちゃって、だから一応もう無理やり収めたんですけど、でまあこうやってね、軍手とかして、この摩擦がねやっぱ熱いんで、スポンジとかでこの掴んでね、角出ずみの角っちょの方はスポンジとかで、なんて角を出してもいいですけどね、私は軍手でそのままやってます。でこうやって曲げたら、この真ん中を貼っていきます。で反対側、軍手と あっち側を合わせて貼ってますね。基準にしてちょっと付け付けっていうか、まあ、ちょっと分かりやすいようにですね、どこまで貼っていいか分かんないんで、それでですねちょっとこう、そしてまたこれスムーサーでやった後に、この余ってるところをまた切っていきます。今度ここジョイントするんでね、この基準が分かるために、この次はねこのラインでまた切っていくんですけどね、まあ、こんな感じになってますね。ちょっとね R がねきつい、あの現場でしたね。もっと普段は柔らかい感じのが多いんですけど、こっちはちょっと通路部分がちょっと細いっていうか、だから R も大きくなりますね。もっと通路が大きければもっと楽な R なんですけど、でこっちはねパテベラとか柔らかいヘラとかだったら、この R にネックにあって曲がるんで当てて切れるんですけど、また今回はフリーハンドで切りましたね。結果あんまり変わらないんで、R の場合ですね、パテベラとかでやったとしてもフリーハンドでやってもそんな変わらないですね。あ、もうテクニックはいるんですけどね、ずれない自信があったんでまっすぐ切ってますね。この時カッターの刃はもう折ってからもう切れやすいようにしてね、刃も短めに出してやりました。で本当だったらこの真ん中の部分は翌日とか貼ったらちょうどいい感じにピタッといくかもしれないんですけどね、もういろんな事情があると。一応この日すぐ貼ったんですけど、またね隙間がまた後で空いてきてたんで、やっぱり動くんですよ。無理やり引っ張ってるわけですから、クロスを、それがまた元に戻ろうとする習性があるんで、ゴムみたいにですねビヨーンって伸びたのは縮んでいくっていう習性があるんで、それでこのなってるんですけど、まあでそれからですね、またこのローラーして全部収めるんですけど、その後また
全部貼り終わって、最終的にちょっともう乾きそうなぐらいの時にまたローラーかけて最終的に収めたら一応綺麗になりましたね。今まだ今動画映すんですけど、まだ浮いてます。まだ全然隙間が空いてますね。これは後からこのりが乾かないとね、何回やってもね、結局はまた隙間空いちゃうんで、それでこんな仕上がりでした。Rタレカベの貼り方でした。重和寺でした。ありがとうございました。